はいこんにちははいこんにちはれんですエヴァですサイエント,トークは研究者と O.L. が喋るやつですよろしくお願いします <laughs> 紹介雑になってるはい最近さ、うん、スタバに行ったんですようん、うん、久しぶりにね、うん、したらさ今ってさスタバのストロー、うん あれもうプラスチックじゃなくて全部紙になってるよ、ね、知ってたえそうなんだ、うん、知らないなんか前から紙袋は使ってるなみたいな感じはあったけどあそうそうそうなんか世の中の流れ的にさどんどんビニールを減らそうみたいな、うん、エコにしましょうっていう、うん、なんかそんな感じじゃん、うん、まあなんか確かに紙でできてるんだけど、うん、まあそこそこしっかりしてんだよねうんなんか中はツルツルしての、ね、いやーでもね若 若干紙感はやっぱあったけど、うん、まあでも普通に使えるなって感じだったね、うん、おすごいと思って、えー、でねそこでふとさ、うん、そういやストローってなんかプラスチックが当たり前になってるじゃん、うん、それっていつからなんだろうみたいな、うん、あはいはいはいそもそも確かになんかストローイコールプラスチックみたいなイメージはもうあるもんなあるよねやっぱうん、うん だし、なんか謎に色ついてるストローのイメージが俺はあるんだけどああしましまのやつしましまとか、うんまあいこもストローって曲出してるよねあそうなんだへえ <laughs> それは関係ないけどいや確かに全然関係ないわあいこのストローって曲はあのあのひたすら君にいいことがあるようにって言って赤いストローをさしてあげるねっていう歌詞が、うん、もう曲の半分ぐらいを占めてる歌ですどういうこと <laughs> <laughs> いやほとんど君「君今日は赤いストローを刺してあげる」っていう歌詞しか歌詞ばっかりの愛子の曲がまあすごい好きなんだけどね俺この曲赤いストローをすことがさしてあげるなんだ <laughs> なん <か S 1> そうなんか君にいいことがあるようになんかおまじないみたいな <laughs> ああそういうことなんだあこれすごいかわいい歌なだよみたいなねはいはい まあそれは関係ないんだけど、うんまあ、ということでね今日はちょっとストローについて、はい、あもう徹底的に調べてきましたあ。とりあえず今現状ですね。あのスタバが、まあ、そもそもちょっと紙になってるっていうのいつからだろうと思ったら、これ2021年9月からなんかね順次このフラペチーノとか出すときに紙ストローにしてるらしいんだ。んこれ今スターバック 世界中のスタバで使われてる年間のストローの消費量って何本ぐらいだと思うう,ん、うーんとねうーんと100億あ百 100, 100億あーだいぶ上いったな <laughs> <laughs> 100億ね<で>10億あ、そう正解あ<ー> <laughs> 億以上だなと思ったうんうん、うん、そうなんですねうん まあ大体ね世界で10億本ぐらい毎年消費されてるらしくてまあこれなかなかの本数じゃんこれが捨てられてたりさうん、うん、するって思うとまあかなりの量だなって思うんだけど。 でまあ、なかなかねこのストローを回収するみたいなのもちょっと難しかったり回収してもリサイクルするときに一応溶かして、うん、もう一回プラスチックみたいな,なんかそういうリサイクル的なことは可能ではあるらしいんだけど、うん、まあアメリカではもうそもそも全然リサイクルされてなくて、まあ、埋め立てされたりあとはなんかね結構この形状が細いくてちっちゃかったりするからなんか割とね そういういゴミを処理するときに間くぐり抜けちゃったりしてなんかちゃんと処理されないこともあったりするらしいようんくぐり抜けるってのは何にくぐり抜けるのああんかねあの処理する機械みたいなベルトコンベア乗ってなるほどあリサイクル用に捨てられてもリサイクルのところに止まらずにそのままゴミになっちゃうってことそうそうそう <laughs> みたいな感じ うんうん、まあ日本ではなく結構、まあ、燃やして処理されることが多かったりするみたいなんだけど。みたいなのがあったりして、まあ、なかなかねそこリサイクルっていうのもね難しかったり、うんまあ、あとこれ2015年にねサイエンスに出ている論文の調査だと、はい、アメリカのビーチだけでだい大体い75億本分ぐらいのストローがなんかゴかとしてばらまかれてるみたいな。 でもさ、なんかストローだけでそれだったらさ、他のさ、プラスチックの袋とかさ、うん、その他のもの他もも多分いいっぱいあるんだろうね。うん、そうそうそうまあなんかそういうのいっぱいあって、うん、で、一応、ね、全部のプラスチックでいうと800万トン分ぐらいのプラスチックが毎年ね、なんか海に流出してるって言われててやば。うん、でもね、ストローが占めてる割合ってね、そのね、0.02%とかそんなもんらしいんだ。うん 万トンのうちってことそうおうんがうストローまあそんな高くないんだけど、うん、まあなんかあってもなくてもそんな困らないというかうん確かにそんな必須ではないよねそう必須ではないから結構こういう環境問題でそのなくそうっていう標的になりやすいらしいまあでもなんかさでも今までさ人間はさ、うん、もう必要だからストローをいっぱい作ってきたわけじゃないですか必要といううかかまあ売れるから、うん なんでちょっともうストローの原点にちょっと一回さかのぼってみようかなと思いますはいそもそもさこれストローってなんでストローって言うと思うストローはストローの英語の意味知ってるいやなんか植物のなんかさ茎みたいなおさすがすごいおうんこ,これねわらですねあわらかはいはいはいそうそう,そうだからあのストローハットとか よく言うんだけど、まあ、麦わら帽子のことっすね。おなるほど。そうそのストローと、うん、あの飲み物のストローは、まあ、一緒なんだよね。うんみたいのがあってどんなスペルだっけえっと STRAW かなうーんストローうん、うん、みたいのもあってまあなんかすごい、まあ、原点はそういうわらとかだったっていうのが、うん、まあ結構近代の。 使われてたのが藁っていうのがあってストローっていろいろ流行ってんだけど本当、うん、ね本当の本当の源流は、うん、えっとね5000年前ぐらいにシュメール人っていうなんか人がいたらしくてはい、はい、もうこれ古代人でねメソポタミア文明だこれ。えー でね、そこの人たちがねなんか細長い筒みたいなやつをなんか作ってそのビールを飲むために、うん、なんか壺の中で発酵みたいなやつをてビールを作ってたんだけど、うん、そのビールを美味しく飲むために、うん、そのなんかね沈殿するらしいんだこのビール作った時にあの壺の底に個体みたいなやつが。うんうんうん でそれはさ飲みたくないけど上澄みを飲みたいっていうので、うん、細長い筒を使ってなんか飲んでたっていうのがなんか石板みたいに残ってたらしいのよへえ,ー、えそれはさなんか壺みたいなめっちゃでっかい容器から直接、うん、なんか細長いめっちゃ長いストローを突き刺して飲んでた感じなのあそう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 グラスに注いでとかじゃなくて じゃなくてもうつぼの上積みをするために使ってたみたいなストローがあったらしくて、うん、これすごいな5,000年前だよ確かに紀元前3,000何年とか <laughs> いやその時は何使ってたんだろうあこの時はねなんかね金属をね一応溶かして成形するみたいな技術はもうあったらしくてすげえなって思ったっうんだけどすごそうでなんか細長いやつ,つみたいなの作って、うん、吸い上げてた っていう記録が一応ねなんかなんつうの粘土板みたいなやつに、うん、この壺のイラストと、うん、あとこういう細長いやつみたいな絵が残ってて、うん、これがねストローの起源らしいんですよ、えー、これすごいなと思ってまあだからもともとはただ吸うってよりかは答えを、うん、あの一緒に飲まないようにして飲み物をいただくために。うんうん まあ使ってたとっていうのがま,あまずこれ原点としちゃったんだけど、うん、そこから、まあ、ずっとまあ時は流れて、うん、1800年代、はい、だいぶ最近になるんだけどうん、えっとねこの1800年代の後半ぐらいまで人間はどうしてたかっていうと、うん、さっき言ってたあの「わら」うんうん、ストローって「わら」とかって意味でんか <laughs>。 あの金属製のやつは古代使ってたんだけど、うん、近年のやつは植物のなんつうのなんか茎みたいなうんそのわら自体を使って普通に飲み物飲んでたらしいあーじゃあわらってなんかこ構造として筒状みたいになってるんだ、うん、あそうそうそんな感じうんこれ結構さ、うん、す,すごくないってさ1800年代よ 確かにの後半ってね結構それまでなんか植物で飲んでたらしいよ <laughs> えー、じゃあなんか植物が植えられてたってことだストローとしてだってさそんなさ藁をさ簡単に手に入るような環境にある人たちってさ、うん、そんな限られてんじゃん、まあ、一般の人達だったらどうするんだろうね,うね買ってたんかなうんストローですって言ってあなんか「ライ麦の茎」みたいなって書いてんだけどその1800年の。うん で、そこでなんかカクテルを飲むとかが普通にやられてたみたいでうん、うん、<laughs> だから多分売ってたと思うんだよねきっとこれ。えそうなんだ面白うんこれストローを、うん、まあそういう状況だったんだけどその初めてストローを発明した人だからその植物じゃなくて商品にした商品というか、うん、ストローっていうものを作った発明者って言われてるのがマービン・ストーンっていう人がアメリカ人でいるんだけど。 まあこの人ストローの発明,か発明者って呼ばれてて、うん、でそのさ植物を使って飲んでるからさ、うん、そもそも植物の味混ざるし、うん、草っぽい味、うんうん、<laughs> でしかもなんかなんつうの型崩れとかするわけよやっぱ折れちゃったりさ、うん、簡単に。うんうん 当たり前だろって思うんだけど、俺これ。<laughs> 確かになんか、植物についてるさ、なんかちょっとした汚れとかさ、植物の成分とかも、なんかジュースとかに染み出しちゃいそう,そう,そう。うん。なんか、これはなんか望ましくない風味を、草の風味が混ざるみたいな記録で。<laughs> てかそこまでしてストローで飲みたくないわ。そうや普通にそのまま飲む。いや、そう。うん、もうつ使わない方がいいじゃん。うん。だからさ、 多分さそんなみんなストロー使ってるみたいな状況ではそもそもなかったと思うんだけどあ、はいはい、で,でこのマービンストーンさんはもともとタバコに使う、うん、タバコってあの紙で巻かれてるじゃない、うん、でその紙を作ってる会社を経営してたのねこの人そこで、まあ、ある日そういうストローを使って飲み物飲んでてか使いにくいなみたいな、うん、でなった時に自分だったらこのタバコ に使ってる紙みたいなの使ってもっといいやつ作れるんじゃないかっていうのを思いついてでこの試作品というか作っていくんだけどうん、うん、最初はこの鉛筆にこの紙をぐるぐる巻きにして、うん、でそれをなんかのり付けみたいなしてつつ作って、うん、でそれが初めてのストローになったと。うん、なるほどね。だから元々ねこのの紙製の やつがままずストローの始まりなわけですね商品として、うん、まあこれはまあ面白いなって思うんだけど、うん、し,しかもあのこの時はあのー、特許を出すんだけどこれでんんこれねストローがもともととか意味だから、うん、アーティフィシャルストローっていう特許を出してるで、まあ、これがもう結構売れて。うーん でもうこの人タバコの巻き紙製造会社作ってたんだけど、うん、もうストローの方が売れるもんだからもうストローを大量に作る会社に今かいつの間にかもうなってたらしくて、うんうん、工場とかでめっちゃその紙のストローいっぱい作ってたらしいねへえすごいねそうでそこからまあまた今度もうねそっか1900あ違うなえっとねそこから、まあ、今はでも紙じゃないじゃない でこのプラスチックに切り替わるタイミングがあるね。っていうのがまあそもそもプラスチックなんだけどこれ1800同じ1800年代後半ぐらいになって初めてその合成樹脂みたいなプラスチックができてくるっていうタイミングと、うん、まあちょうど同じぐらいなこれ。え何年代って言った ?1800 年代の後半。んふんふんふんなんか最近1800年代後半多いな。 あ確かにまあ、うん、この辺結構いろんなものづくりとかがすごい発展してきた時期だったみたいでこれもアメリカなんだけど、うん、1870年に初めてこのプラスチックっていうものを作ったと。うんうん、で、まあ、これちょっとそもそもプラスチックの意味はその可塑性っていうんだけど可塑性物質っていうことなんだけど、うんうん、あのね 一 JIS の日本工業規格の定義によると、うん、高分子物質を原料としていろいろ人工的に形が変えられますっていう個体が、うん、まあプラスチックなんだけど、うん、まあだからあれだよね科学的には高分子だから分子量がめちゃくちゃでかいみたいな意味でポリマーとかよく聞いたことあるよね。うん、あのポリプロピレンとかうんうん、うん そそもそもあのビニール袋のビニールとかもさ、うん、まあなんかそういうのってあとペットボトルとかもそうだけどさ、うん、そもそもポリなんちゃらみたいな名前がついてるようなやつなんだけどだからストローは主にこの時にできたポリプロピレンっていう、うん、ポリってまあいっぱいつ,つながるみたいな,な意味だけどプロピレンがいっぱいわーってくっついてでっかいやつになったらポリプロピレンっていうのがちょうどこの、まあ、ストローが結構流行って できたタイミングぐらいで、うん、まあできてて、うん、だけどねこれ当時あの戦争がいろいろ起きてるタイミングなんで、うん、このねプラスチックって結構軍事用にねいっぱい作られてた、うん、でそのなんか戦争に使うような道具とかもなんかプラスチック製のいろんなもんに使われてたんだけど、まあ、それが戦争がまあ終わるわけじゃないですか。はいはい 終わったらめちゃくちゃプラスチックいっぱい作れる設備とかさ、うん、材料とかはさすごいいっぱいあるんだけどね行き場をなくすわけですよ。ってなったタイミングに、まあ、これめちゃくちゃ安くていっぱいあるけど何に使おうみたいなうん、うん、なった時にアストロー作ろうみたいなうん、うん。なるほどね。とか他のビニール袋とかその他のプラスチック製品作ろうってなったのか。うん、もういろんな プラスチック製品が、ね、多分この時期にいっぱい出てきたんだけどうん、うん、だ特になんかファーストフード店とかもさそのぐらいの時にいっぱい出てきてるタイミングで、うん、んマックとかあそう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 1900年代の半ばぐらいになってくると、うん、まあみんなそういうお店はプラスチックのストローを採用するわけよねやっぱ耐久性もあるし、うん、安いしっていうのでもう紙ストローから一気にもうプラスチックのストローにわーって切り替わって、うん でまあ、だけどさ、うん、この当時はもう環境問題なんてさもう全然考えてないわけよ誰もそうだよねうんプラスチックが環境に悪いとかその時はあんまりまだ分かんないだろうねそう、うん、蓄積されて初めて分かるうんうん、うん、まあそうなんだよねまあこれはねしょうがないと思うんだけど、うん、<laughs> まあ安かったらみんな買うしねうん便利だしねそう、うん、っていうのでまあ今もうこんだけプラスチックのストローが 至る所で使われてるっていうのは、まあ、こういう背景があって、うん、当たり前になってるんですよねプラス,チックストローはプラスチックでできてるっていうのがうん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 なるほどねそうっていうのがあってまああとはあの曲がるストローとか発明されたりしてんだけど途中でああそっか初めは曲がるストローはなかったんかもう直線のやつしかそうへえ<ー>まあでも普通に考えたらさそうじゃん あそうだよねツアリアゃ吸えるじんかあでもねそうこの曲がるストローも一応、うん、これもね1930年ぐらいに、うん、あのね子供とかさ、うん、あとはあの、ね、寝たきりになっちゃってる人とかさ、うん、でさあのストロー直線だとさうまく飲めないじゃん。 みたいのがあって、まあ、これもね別なジョセフ・フリードマンっていう発明家の人がいるんだけど、うん、この人がストローの中にネジ入れて、うん、でネジの溝に合わせてあのデンタルフロスあるじゃん歯、うん、の糸あの糸を巻きつけてギュッてやってしたらあの蛇腹みたいなができてもうそれが曲がるストローの原,原型になったらしい。えー、えその後フロスとかさネジとかは外すんだよね。うん そう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 、えー、あて作そうやって作ってるんだそうこれ面白いよね、えー、面白いうんでネジのあまあ、ね、ネジの跡をつけるっていう意味よねストローの一部や、これ結構頭いいなと思って確かになそれこそ簡単にできるけど多分なかなか思いつかないよねうん、うん、そう発明だわそう発これあこれ発明だなっていう、うん、ちなみにあのー ストローのいや知らんフフフジグザグああ違ういやジジャバラとも言うんだけど、うん、なんか一応正式名称はフレックスって言うらしいへえ確かにな <laughs>、まあ、まあ確かにって、うん、そのまんまなんだけど確かにそうそうそうでこの発明したねフリードマンさんはね、うん、このフレックスを発明したことによってうん フレックスストローカンパニーを、ね、設立して大量に曲がるストローを作るっていう。へぇ。そっか。<ー>じゃあ私らはその曲がるプラスチックのストローが当たり前だと思ってたけど、まあその裏には数々の発明があったってことか。うんうん、うん、いや、そうだよね。うん、まあ確かになんかストローが曲がるって当たり前だけど、今考えたら。うん。 当時は新しかったんんだろうな、な相当。なんかさ逆にタピオカのさストローって基本的に曲がらないし、うん、ちょっと太いじゃんそれがなんか新しいみたいな感じであるよねああ現代だとうん確かにタピオカがちゃんと通れるようにってことだもんねそうそうそうだからねこの曲がるストローはね病院でめっちゃ流行ったらしいああ確かにやっぱり病人の人はあんまりしっかり飲めないからっていうことかう,ーんうんうんうんそのうちにタピオカのストローも曲がりだすんかなとか思って <laughs> タピオカも通れるような曲がり方を考える人が出てきて、それが発明になったりするんかなみたいな。<ー>結構難しいかな。確か。えー、でもどうなんだこれフレックスを搭載したらさ、太いストローでも別にできるんじゃないのかな、うん、どうなんだろう詰まっちゃうんかなギザギザしてたら詰まっちゃうんかなあいけそうじゃないわかんない。いや、もしかしたらもうすでにあるあ<の>フレックス入りの。 タピオカストローちょっとあんまり最近タピオカ飲まんから分からんけどいや俺も全然飲まないけどなんかすごいまっすぐなイメージがあるタピオカがってか <laughs> 俺ミルクティーがあんま好きじゃないからなあーそっかそっかちょっといい一瞬だけ検索しないけど。えタピオカストロー曲がるとかで検索しちゃって出てくるかな <laughs> <laughs> あでもあるよああるんかスト太いストローいやでも一緒だわ結局蛇腹つけてるだけだわ多分 あ太くしてじゃあバラつけてるだけうんストローああタピオカ通るんだよじゃあタピオカ曲がるわかんない商品名めちゃくちゃだけどこれ <laughs> タピオカ曲がる携帯便利太い曲がりタイプストローとか売ってるああそっかそっか、うん、なるほどねまあまあまあつ作れるよなそりゃうんうん見たことないやな確かにそれは確かにそれは盲点だったわうんで まあそんな感じなんだけどまああとあれだな言ってないのはあのストローの模様ですねはいはいしましまあそうなんかしましまいのイメージはなぜかなぜかあるじゃんなんかマックとかでさ白と黄色のしましまがあるからかななんかマックのイメージがあるあそっかえマックのイメージあるそういや分からんないマックってしましまストローだっけいや分かんないマックじゃないかもしんないマックじゃないか なんかさ、百均とかのさ安いさ、うん、ストローは結構謎のストライプ入ってるイメージあるよねうんうんうんなんか白とオレンジのストライプとか白と黄色のストライプとか、うん、うんうんうんでねこれ調べてみたんだけど一応、まあ、ちょっとね日本のメーカーが出てきてこれ柴瀬工業っていう、うん、まひたすらのストローを作ってるメーカーなんだけどほうほう でこれにストローの線にはどういう意味があるのですかみたいなの書いてんだけど、うん、これはストライプストローって呼ばれてるけど、うん、なんかデザイン目的でストローを作る時ってあのところてんみたいにして作るのね。ほところてんみたいちょっと,ところてんの使い方分かんない<の>からちょっと分かんなかったの。あのさんかプラスチックなさドロドロみたいなやつがまずあって。 うん、そこになんかあのストローの形のちっちゃい穴が、うん、開いてるあはい、はい、とこがあってそこに押し付けてニューンって出てくるねそれだったらさ、うん、穴開いてなくないなんかストローってさ筒になってんじゃんで真ん中空洞じゃんなんか、うん、それだったらさただの真ん中も詰まっえっとね真ん中はあなんつうのもう筒状になってる穴があるみたいなドーナッツ状の穴があって。 ーへーでそこにニューッて押し付けてですぐ冷えて固まるみたいな感じ、うん、らしいんだよだからなんかイメージすっごいあの長いまっすぐなストローがまずところてみたいに出てくるってところてんで俺伝わると思ったけど伝わんないか分<ー><や> <laughs> かんなかったわちょっとところてん式って書いてるからなんか <laughs>。<laughs> はいはい、うんまあ言われてみたらうんイメージついたそうそうそうでまあなんかそのニューンってなってるところに、うん、あのちょびっとだけさ色色つけるところ一1所ピッて作ったらまあ、っすぐなさ柄ができるわけじゃん赤なら赤でピーンって、うんうん、でそれをやって売ってみたらなんかこれがめちゃくちゃヒットしたらしくてへえだから特に意味はないらしいよ <laughs> とりあえずなんか普通のストローよりもシマシマのストローがあるって言って、うん、みんなそれ買うようになったからじゃあストライプをレギュラーにするかみたいなそういう感じかな、うん、なんかね、うん、ヒットしたからっていう理由だけでっていう風には一応説明されてるね,な,るねなんか深い意味はないまあまあなんかそんな感じの背景で、うん、まあそもそもねこれもうプラスチックが世界でバンバン作られるようになってさもう今 これ1950年ぐらいは、うん、まあその時点でもね1500万トンぐらいはね、うん、もう世界中でプラスチック作られてたらしいんだけど年間かなこれ、うん、でも2015年にはね1500万から3億2200万トンぐらいまでに増えててやば、うん、もうものすごい量のプラスチックが作られてるな20倍そうだね20倍以上だね、うん、で うん、まあまあでも安いからっていう理由でまあ今、まあ、ちょっとずつね今環境問題とかの観点で、うん、まあ減らしましょうみたいな動きがようやく、まあ、スタバが言ったらちょっと世の中の流れ変わるかもなみたいな分岐点に今いるみたいでなるほどねマックとかもやればいいのね、うん、まあもしかしたらねその社会の風当たりがもっと強くなってくるとうんうん 変わるかももししれないいいねでもねねで紙製ストロー、ね、ちょっと高いらしいよやっぱああそうなんだやっぱりなんかそういうスタバみたいなちょっと高いところじゃないか、うん、できんかなうんいやなんかすごい微妙な差らしいんだけどコストまあでもすごい数をさ出すからさそうそうもうストロー本数がねその差がね、うん、でっかくなるんだろうね、うん、だからね、うん、まあ切り替えるタイミングはなんかどっかで訪れるんだろうけどまあ とかもあでもねあれだわ日本はまだだけどうん、えっとねイギリスとアイルランドはもうマックもプラスチック製のストローを出さないみたいな取り組みはやってるみたいええーうん、すごっえらいああでも何かほの国でそれや,やられてるんだったらいつか、うん、日本もねなりそうだねあそう、ね、なのかそこまでハードル高くない気がしてきたまあてから徐々に結構始まってはいたりうん まあ、アメリカとかねやっぱめちゃくちゃすごい量作ってるから、まあ、そういうね、うん、思い切って変えようみたいな動きは最近2010年代後半ぐらいからちょっとずつそういう動きが出てるみたいですねうんうんいいことだと思うねでも、まあ、徐々に日本もそういう流れになっていくんじゃないかなっていうねうん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 まあそ,うだよ、ね、そんな感じかなうん、うん まああとね、ちょっと紙のやつ使えばじゃあそれでいいのかっていう問題も一応あるまあゴミにはなるっちゃなるけど再利用はできるからね紙はプラスチックはさもう埋め立てとかしかないじゃんあんま環境に良くないからうん、うん、だけどもこれさ俺もちょっとこれ調べてて思ったのはじゃあ紙だと本当にエコなのっていうのもちょっと気になりはしててうんだってさ紙ってさ木から作ってるわけじゃん あー確かにでもそれってどうなみたいななんか思っちゃってうんこれ俺調べてて、まあ、最後にちょっとそれちょろっと調べたら一応なんかそういう何でもかんでも紙だったらいい紙の中にもさ、うん、なんつうのなんかエコな方法で作ってる紙とさそうじゃないやつがあったりするじゃんなんかエコ用紙みたいなうん再生紙かうんあったりするじゃんまあ一応なんかねそういうちゃんと管理された森林で取った木材を使ってうん 作りましたみたいな,なんかね FSC 認証みたいなねああはいはいあるらしくてうんうんうんなんかノートとかの裏にさよく書いてするよね、うん、FSC 認証ってああ書いてるかもねあ確かに言われてみたらそうかもしれないちょっと、うん、いやそんな気がするうんうんうん多分そんな感じうん、うん、見たことある気がする そうでまあそういう認証されたやつって、まあ、多分ノート以外もあのティッシュとかトイレットペーパーとかあーまあ段ボールとかにもなんかこういう認証された木材から作りましたみたいなのが結構あるらしいんだけどうーん、うん、まあなんかだから管理されててこの森林何でもかんでも木切ってじゃんじゃん作るのは良くないからちゃんと管理しましょうねっていう認証があるやつを使って。うん あの紙,スト紙のストローを作りましょうみたいな動きが結構あるらしいですね、うん、だから再生紙ではないけど一応ちゃんと伐採しすぎないみたいなところから使ってるまあだから若干コストも高くなってるのかなって気はするけどうんいやちょっと次からノート買うときは FSC が付いてるやつにしようかな FSC ねあ,、うん、あの一応言っとくとえー、っと FSC の正式な名前はフォレスト・ステワード・シップ・カウンセル森林管理協議会っていうらしいですね NPO が運営してるうん,うん、うん、まあだからねいやまあこれちょっとこれ調べるまで全然ああなんか紙になったなみたいないやプラスチックよりちょっとなんか質感違うなとか何も考えないでスタバで、うん、あのフラペチーノ飲みましたけどこの間ほうほうほう まあ、なんか大事なんだなっていう <laughs> ここまでしゃべって最後ペラペラな感想でよう <laughs> 髪だけにペラペラああうまいな <laughs> 髪だけにペラペラうん,うんまあだから不思議よねなんかどんどん原点回帰していく感あるこれそうだねそのうち金属になるんじゃない <laughs> あ、でも最終的にさ <laughs> マイストローみたいになるかもしれない <laughs> あ、でもマイストローは聞いたことある。あ、ほんとなんか、なんかタピオカの,、うん、あのカップとかストローとかが、うん、そのタピオカブームですっごい捨てられるようになったらしくて、<ー>で、なんかマイカップマイストローみたいなのがあるみたいな。あ、へえー。うん。まあでもそうだよね。そうなったら新しいやつ作んなくてもいいというか、作る量すごい少ないもんね。うん。でさ、 なんか別に金属である必要ないけどさ、もし金属だったとしたらさ、なんかすごい再生とかもしやすいしね。うん、めっちゃエコじゃないうん、いや、そうだと思う。うん、劣化もしないしね、あんまり。あでも劣化。まあ劣化するか。も鉄とかだったらするか。なんか、いや、めっちゃいい金属でならきゃできない。<laughs> しかもかさ、鉄っぽい味したらやだ。<laughs> やだ、やだや、だや,だやだ。錆びてる味とかしたらやだ。金でできたストローとか。いや、なんかそれもう、金持ちがあって とかさ、なんかもう結構簡単に柔らかくて曲がっちゃったりしたんだけど。あ、そうなんだ。でもな、究極のエコはもうあれじゃない？ある程度さ、こ子供がさ大きくなってきたらさ、はいじゃあもうそろそろマイストローを持つ年になったねみたいな感じで。<laughs> <laughs> いやいや、<laughs> そういうなんで子供が大きくなったらな、その <laughs> それは子供が赤ちゃんの時からでいいじゃん。<え> <laughs> いやいや、違うもうあの一人でさちゃんと。 食べれるようになったらさ、はいや一,<ー>一生使ってねこれ一生はきついな「君はもうこれと一緒に生きていくんだよ」みたいなでさ <laughs> マイ「マイスプーンマイストローマイフォーク」みたいな全部意識揃え、うん、<laughs> いやーまあでも結構いいと思うだってなんか、うん、ウーバーイーツとかでさすごいめっちゃ、うん、そのプラスチックのカトラリー とかがついてて、なんか、やらないですっていうこともできたりする場所もあればそうじゃない場所とかもあって、で、なんか結局、そう,そうそう、なんかもったいないし、なんかあんまりプラスチック、プラスチックあんまり使いたくないから、うん、なんか一応取っといてって、そしたらなんかプラスチックのスプーンとか溜まっちゃって <laughs>、どうしようみたいな。いや、もったいないよね。もったいない。確かにな。なんかさなんか マックとか行ったらさ、無駄に紙渡されるんじゃな、うんなんか。あ、いや、めっちゃわかるわ10枚ぐらいさ、渡されるときさ、<laughs> いや、こんなにいらんしって、<laughs> ちょっとそうやったら他の人に使ってよって思ったりすることがある。うん、いや、てかさ、なんか一緒にマック行ったときにもさ、アホみたいな量紙つけてきたことなかった。うん、あったよ、ね。<laughs> なんかさ、ガサーって取ってさ、なんか20枚ぐらいボーンみたいな。あ、それあれゃな、なんかディズニー行ったときじゃないディズニー行ったときめっちゃ渡されたと思う。 うんあ,あれねもったいないよなうんどうせ使わずにしてるんだしねうん、うん、確かにな、うん、でもなんかね紙とかは難しいよねその服とかは使い回しはなかなかしにくいからゴミとしてちゃんとリサイクルするしかないけどうんうんいやなんかもしかしたらあれだよねもうこれメソポタミア文明に向かってる説ある <laughs> かもしれん 折り返して紙にストロー紙になって、うん、その次はもう紙のストローもエコじゃねえっつってみんな金属製マイストロー持とうぜみたいなうん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 あ,あ,あるないいんじゃないえへへへまあそうなるかもしんないからねほんとにうんはいまあちょっととりあえず今回持ってきた話はこんな感じでしたはい面白かったですはい あ,あとちょっと今週からあのー、あまりにも感想お便りがたまりすぎてきたのであはいはいはいあのちょっと毎回ちょびっとだけお便り紹介コーナーを入れてそして終わっていきたいと思いますあはいお願いしますはいえー、ラジオネームはいラウンドスマッシュさんはいいつも楽しく聞かせていただいています カフェインの会いつにも増して楽しかったです学生時代に拡散誘導体の合成研究をした後に製薬会社で合成研究をしていたのでレンさんが分かりやすくそれでいて科学的にごまかしや嘘のないように内容を工夫していらっしゃると感じました、うん、エマさんのリアクションやツッコミもレンさんと息が合っていて聞いていて楽しかったです うんあ「ポッドキャストに限らず理系の話は難解になるか科学的に歪んでしまうケースが少なくないので正確に分かりやすいお話が素晴らしいです。これからも楽しい番組作りをどうか続けてください」いお便りいただきました、うん、よかったじゃん嬉しいなこれ、うん、嬉しいね,ねこれは何も分からないというか、まあ、この方は結構いろいろ科学に精通してる方だと思うんですけどうんうんうんあんまり科学 のこと知らない人からもさ、なんかお便り来てさ、わ、ね、かりやすいですみたいな、来ることあるけど。逆にこういうよくわかる人からも、なんか褒めてもらえるっていうのは、嬉しいね。うん、いや、これはね、非常に嬉しいです。うん。まあ、あとちょっと、もう、もう一個だけ、短いやつ紹介して終わろうと思いますけど。はい。あの、俺様っていう名前で、ちょっと届いてまして。<laughs> <laughs> ちょっとすごい名前だな。すごい名前ですけど。うん はじめまして、朝日新聞神田さんの紹介で聞いています。お二人の声、雰囲気がとても心地よいです。これからも楽しみにしています。続けてくださいねっていうことで来てます。ちょっと、ラジオネームとは想像がつかないぐらい、すごいいい感じのコメントで安心してます。ね、<laughs> めちゃくちゃやわ <laughs> 柔らかいお便りだった。そう、柔らかかった。<laughs> すごい、オレオレ感が出てるかと思ったら、すごい、うん、いいコメントで。ね。嬉しいです。 ありがとうございますこうやってなんかさっきのもそうだけどつなんか続けてくださいとか、ねうん、言ってくれるのは、ね、モチベーションにもなりますしそうですねはい嬉しいですありがとうございますはいありがとうございます、うん、はいまあなんかこんな感じでちょこちょこあのお便りフォームとか、まあ、あとはツイッターとかで感想とかもまあ大体全部見てるんですけど、うん、あ,のありがとうございますありがとうございます <laughs> ということで 今回はストロー話でした。はい。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。あバイバイ。